じゃあ今回は前回ですね、ジャグさんにフレームバッグを作ってもらって、まあ、OMM っていう大会に参加するっていう、まあ、一個目標としてフレームバッグを作ってもらったんですけど、今回はその OMM に必要な荷物がここに収まるのかっていうのと、まあ、収め方と、まあ、そもそも OMM っていう大会に参加するにあたってどんなものが必要なのかっていうのをちょっとご紹介できたらなと思っているんですが、初めてですかね、喋る、一人で喋る動画はとってもこんな感じです。よろしくお願いします。じゃあまずはその OMM っていう大会にどんなものが必要なのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。ではじゃあまず OMM っていう大会には必須携行品っていう、レース中に必ずこれを持ち歩いてくださいっていう荷物が、まあ、指定されていて、まあそれを主にも揃えてるって感じなんですけど、まずはまあヘルメットですね。自転車に乗るときにヘルメットをかぶってくださいっていうのと、まあ、あとはちょっと今服装は普通の服装ですけど、まず服装がそういう、まあ、自転車スポーツに適した服装であるっていうのがまあ前提で、であとは雨具ですね。シームレス処理されている完全防水の雨具の上と下上下両方、まあ、一応持っといてくださいっていうことなので、それを入れていきます。あとは、大会側から、これは自分で用意するんじゃなくて大会側が用意してくれるマップですね。これは過去に僕が参加した時に使ったものを今日は試しに持ってきたんですけど、まあ、このマップもどうにかして持ち運ばなきゃいけないというか、まあ、大会中は、携帯電話とか GPS 機器、自分が今どこに行ってどこに行けばいいのかっていうのがすぐ分かっちゃうような機械を使うことができないので、まあ、この地図を頼りに自分がどこにいるか把握して、ここに行くためにはどうすればいいかっていうのを考えなきゃいけないんですけど、まあその地図、あとはまあ大会中、まあ、怪我しちゃったりとか何か処置をしなきゃいけない時の、まあ、ファーストエイドキットですねを持ち歩いてください。でファーストエイドキットに関してはこれを持ってください、あれを持ってくださいっていうのは指定はないので、自分で考えて、まあ、必要なもの、よっぽど大げさなことは僕もできないので、まあ、必要最低限消毒液とか抗体とか、まあ、ざっくり入ってるって感じのファーストエイドキットと、まあ、地図読みに合わせて、まあ、コンパスと、あと本当に例えば怪我して動けなくなっちゃった時のためにホイッスルは必ず持ち歩いてくださいっていうのがリストには書いてあります。で他必須携行品だと、まあ、飲み物、ボトルもしくはハイドレーションで給水補給できるもの、あとは非常食ですね。今回ちょっと用意してないですけど非常食、これ確か僕参加した時の大会要項にはレース2日間終わってもその非常食に手をつけていないっていうことが条件というか、本当に非常の時に食べるものとしてレース中補給するちょっとお菓子とかとは別に完全な非常食を用意してくださいっていうのが書いてあった記憶です。まあ、あとはバイクの、まあ、修理キットというか、まあ、なんかトラブルがあった時に対応できるように、僕の場合は携帯工具とチューブとタイヤブート、まあ、あとポンプ、本当必要最低限ですかね。必須携行品だと、あとはまあライトですね。僕のこの自転車は今ダイナモライト、もう自転車を漕ぐとライトがつくダイナモライトになってるので、ちょっともう車体に取り付けてあるんですけど、一応ライトと、あと大会要項には、予備のライトと電池って書いてあったかな。まあ今自転車のライトほとんど充電式なんで電池を持ち運ぶ意味があんまりないんじゃないんですけど、一応まあ予備のライトも持っていくものの中に入れてあります。あとは馴染みがあんまない方も多いかもしれないんですけど、エマージェンシーシートで、まあ袋状のものを必ず持ってくださいって書いてあります。
て、まあ簡易的な、もう本当に一番簡易的な寝袋みたいなやつですね。例えば山の中で動けなくなっちゃって夜を明かさなきゃいけない、もう本当最悪のケースですけど、の時に、まあ、体温を保てるような袋状のエマージェンシーシートを持ち歩いてくださいという人が書いてあります。必須携行品だとこのくらいですかね、まあ、あとはいくつか必須携行品ではないけど、バッグの中に入れたいもの、入れておくものがいくつかあるので、まあ、それを含めて、まあ、ご紹介して、ここに実際に詰められるのか、フレームバッグに入るのかっていうのをご紹介しようと思います。ではじゃあ詰めていきたいんですけど、このフレームバッグに全て収まるといいなっていう、ちょっとまだ詰めたことがないので、これ入んなかったらまた考えなきゃいけないですねって感じで、じゃあまずこのエマージェンシーシート、エマージェンシーリビーは、まあ、本当よほどの時しか使わないので、一番下に、これフレームバッグってアクセスが一つというか、ここからしかアクセスできないので、結構入れる順番も考えないと、結構例えばどうだろうな、しょっちゅう取り出すもの、まあ今回に関してはあんまないかもしれないですけど、はなるべく上の方に入れておきたいなっていう、まあそれこそ雨具とかですかね、雨降ってきたとかでパッて切れるように雨具とかはなるべく上に入れておきたいで、めったなことがないと使わないものたちはちょっと下に、例えば予備のライト、モバイルバッテリーとかは下の方に入れたいところです。で次はファーストエイドキットですねお、待てよ、大丈夫かな。で雨具、上下、意外とギリ余裕だと思ってたんですけど、コンパスとホイッスルは僕はこの首から下げられるタイプのやつを使っている、持っているので、コンパスとかは特に結構地図見てて確認するときにすぐ使うというか、やっぱ使う使用頻度が高いので首から下げます。でヘルメットはもちろん競技中は被っています。あ、この髪型にしてから初めてヘルメット被った。で僕はフレームバッグを使ってる、フルサイズのフレームバッグを使っているので、ボトルケージが使用できないので、ボトルは今回ここに入れておきます。とりあえず1本、気温とか天気によって2本になるかもしれないし、サイズも変わるかもしれないですが、とりあえずここにつけます。でバイクの修理キットが多分ちょっと収まらないので、もともとこの小分け用に使ってたサドルバッグはもうそのままサドルにつけちゃおうと思います。あとはポンプですね。ポンプも、まあ、ポンプはサドルバッグにも入らないし、ここにこうやって入れるのもちょっと嫌なので、ごめんなさい、反対側です。このポンプ付属のフレームに取り付けるアダプターを使ってここにつけちゃいます。まあ、一応例えば OMM っていう大会だと、大会中例えばコンビニに寄ったり、ご飯屋さんに寄ったり、コーヒーを飲んだり、お店に寄ることもできるので、あとはそれはまあコロナの感染状況次第だったりもするので、まあ、ちょっとそれは参加される場合は大会の要項を確認していただきたいんですけど、今までであればそういうお店に立ち寄ることもできるので、一応鍵を、これは僕はこのオーダーしてもらった時にここにちっちゃい小分けのポケットをつけてもらってるんで、ここに入れておこうと思います。これめっちゃ便利だなと思いました。このチャックがないポケットにもう鍵だけ入れとくっていうのは、取り出しもしやすいし便利だと個人的にはとても気に入ってます。競技中携帯電話の使用は基本
できないんですけど、まあ、緊急のために一応レース中も持っておきたいので、携帯電話と、あとはこれも必須携行品ではないですが、まあ、カメラですね。競技中写真を撮りたいと思うので、これは首から下げるか、僕はウエストバッグ派なのでウエストバッグの中にカメラと携帯、あとは競技中食べる予定のお菓子などを入れておこうと思います。あとはグローブ、これ皆さん意外と暑くてもグローブした方がいいですよ。転んだりとかして、それこそ僕グローブズタズタになったことありますし、あと山の中走ってて草木に手が当たると結構痛いので、グローブは夏でもフルフィンガーのやつをおすすめしたいです。でこれ毎回迷うんですけど、地図をどう持ち運ぶかは、こういうここにつけられるマップホルダーっていうのもあったりするんですけど、なんか見た目があんまり好きじゃないので、結局畳んでこういうとこにつけたり、もう最悪普通にポケットに入れたりして今までは運んでましたね。これとかだと今とりあえずでここつけたんですけど、ちょっと怖いですね、途中で落っこっちゃうかもしれないけど、一応こんな感じで一応まあ僕が OMM で必要であろう荷物はなんとか収まったかな、ギリ晴れちゃいましたけど、あと非常食か、非常食今回ごめんなさい用意してなかったんで、非常食どうしようかなって感じですが、まあギリギリ非常食もそんなかさばるものじゃなければ、何度もすいません、この反対側の浅いポケットのところに入れておくこともできるかなって気がします。じゃあ一応、まあ、僕はこのフレームバッグと、まあ、ちっちゃいサドルバッグ、あとはウエストバッグですとかねのこのスタイルで参加しようかなと思います。まあちょっとまだ開催されるかどうかが今日現在あれですけど、いけると思います。まあそんなにすぐに、あじゃあフレームバッグを出しようってなる人もちょっとそんな少ないと思うので、まあ仮にフェアウェザーの、まあ、インラインというか、あの通常ラインナップのバッグで今回のこの荷物をつけてみたらどんな感じかっていうのもちょっと参考までにご紹介しようかなと思うのでお願いします。そうです、インラインの、まあ、通常の僕たちのフレームバッグだとでやりたかったんですけど、僕のこの自転車フレームサイズがちっちゃいのとパイプが太い関係でこいつがつかなかったんですよね。そもそもちょっとここの間隔が狭くて、オーダーしてよかったなと思ったんですけど、でこのハーフサイズ、まあ、ちょっと小ぶりなモデルを、まあ、本来こうつけるんですけど、これでの向きだと、まあ、これでもやっぱちょっときついので、まあ、これをこうひっくり返してあげればギリギリ使えるかなって感じなんですけど、まあもうこれをこうちょっと頑張ってつけるよりかは、もうこの場合は僕はまあ、フレームバッグはこのコーナーバッグにしてあげてそうすると今度多分ボトルが普通に使えるんですよね。なんでこの組み合わせにして、あとは大きめのサドルバッグを取ってきます。はい、こちらですね、フェアウェザーのシートバッグ、なんかフレームバッグがちっちゃくて、まあなんかそれをちょっとむぎゅってつけるっていう感じであれば、もう僕はこっちのバッグを使うっていうのにシフトしちゃうと思います。そしたらさっきみたいにボトルも普通に使えるし、
この装備、このバッグで多分足りるんじゃないかなって気はしてます。ではちょっと詰めていきましょうか。はい、こんな感じで、まあぶっちゃけほぼこのサドルバッグに全部入っちゃったんですけど、まあコーナーバッグには、まあ、鍵とか、あとは補給食、非常食とかを入れておこうかなという感じですね。でフルサイズもしくは大きいフレームバッグを使わなくなったことで、ここのボトルケージが使えるようになったので、まあもし普通の既存のフェアウェザー製品で参加するとしたら、僕はこんな感じでいくかなっていう気はします。まああとはまあ地図とかカメラ携帯とかはまあウエストバッグとか、まあその必須携行品以外にも、あこれ持ってったら楽しそうだなとか、まあ、お昼ご飯を外でお店で食べないでもうお弁当を持って参加する人とかもいるので、まあ、そういう人たちにまあ、荷物がちょい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 増えていっちゃうと思うので、まあ、必要に合わせて荷物の容量っていうのは変わってくると思うんですけど、一応必須携行品、まあ、必要最低限のものを詰めるとしたら、正直このサドルバッグ1個で足りちゃうかもって感じでした。今日は、まあ、僕が実際に参加する装備での OMM の装備紹介と、まあ、既存のフェアウェザー製品だったらこんな感じかなみたいなのをちょっとご紹介したんですけど、まあ、実際に OMM、まあ、今後参加される方も、まあ、そうじゃない方もバイクパッキングって言われるような、まあ、ジャンルの荷物自転車に積みたいという時の参考になればなという動画でした。で、まあ、こういうカスタムのフレームバッグですね、僕の場合特に既存のフレームバッグがつかなかったっていうのもあるので、まあ、こういうオーダーフレームに合わせて幡ヶ谷店で作ってくれるっていうのの、まあ、オーダー会っていうんですかね、が不定期であったりもするので、まあ、ご興味ある方は都度、まあ、ブルーラグの発信をちょっとチェックしていただければ、でそういう機会があった時には僕もなんかアドバイスできると思うのでよろしくお願いしますというご紹介でした。こんな感じですか。ちょっと誰もいないから終わります